次に11番西口真理議員。西口議員。無所属の会未来の西口でございます。通告に従いまして一問一答にて二項目について質問させていただきたいと思います。まず一項目目、障害者の就労 自立支援についてです。障害カメラをお願いいたします。もう皆さんご存知かと思いますけれども、先月6月に三重労働局から発表されました平成30年の、障害者雇用状況の、集計結果です。ハローワークごとになっておりますけれども、松阪市、これの方が分かりやすいですかね。松阪市こちらですね。松阪市の雇用率、障害者の雇用率は 1.76% で、ダントツで県内最下位となっております。法定雇用率が昨年4月に 2.2% に、改正されて、三重県全体の、この赤の線が 2.2% のところなんですけれども、三重県全体の平均値はちょうど 2.2% になるということです。他の地域軒並みこういうふうな状況で、松阪市はちょっとダントツに最下位ということです。ちなみに昨年度、平成29年度のこれはグラフです。松阪市は、ここになりまして、昨年度は 1.81%、この数字と比べましても、今年度は、また下がったという。とても残念な状況で、私もこれ見てすごくショックだったんですけれども、ありがとうございます。障害カメラ、ありがとうございます。先ほど申しましたように、今年度の、松阪市管内の、雇用率が 1.76% となって、三重県で最下位、昨年度からも数字を落としておるという状況です。このことについて市の見解をまずお伺いしたいと思います。内山産業文化部長。はい、市の見解ということでございますが、松阪市公共職業安定所管内の障害者雇用率につきましては、先ほど議員紹介ありましたように、平成30年6月1日現在で 1.76% となっております。また雇用率に、法定雇用率につきましては30年4月1日より引き上げられ 2% から 2.2% となっております。障害者の雇用率が三重県の公共職業安定所9管内のうちで最下位であるという状況につきましては、非常に重く受け止めておるところでございます。ハローワーク松阪管内の数値が低迷しております要因につきましては、障害者の雇用率の算定方法に一つの一因があるのではないかと考えております。一つ目といたしまして、障害者雇用率の算定方法は、本社所在地を管轄するハローワークに報告することが義務付けられており、本社機能を持たない大規模工場が多い松阪市におきましては、実際には多くの障害者の方が雇用され、勤務されておられても、松阪でカウントされないということになります。2つ目といたしましては、合併や事業統合により、本社が松阪市外の方に移転された場合は、障害者の方々が引き続き、松阪の方で働いてみても、松阪でカウントされなくなるということでございます。まあ、そのようなことは、例えばですね、平成25年の障害者雇用率は 1.68%、県内ハローワーク9管内のうち3位でございました。翌年の平成26年には、他の管内が障害者雇用率を大きく伸ばす中、1.63% に減少し、県内8位となりました。まあ、以降、その数字というのが低迷が続いておる状況でございます。また、別の要因といたしましては、法定雇用率の引き上げに伴い、障害者の雇用報告義務の対象事業所が従来の50人以上から 45.5 人以上に引き下げられており、
該当とする45.5人以上、50人未満の事業所における障害者の状況が芳しくなかったことが挙げられます。ハローワーク松阪の管内につきましては、他の管内に比べてこの割合が大きかったため、障害者雇用率が前年の 1.81% から 1.76% に減少したものと分析しております。まあ、今年度はですね、従業員数が50人程度の事業所を中心に障害者雇用をお願いしていくとともにですね、引き続き、法定の雇用率未達成の企業さんへの、雇用の促進と達成企業さんへのさらなる雇用の上乗せをお願いし、ハローワークさんと連携しながら粘り強く行ってまいりたいと考えております。石口議員。はい、この数字の悪さに関しては、まず重く受け止めているとしながらも、この数字の障害者雇用率の算出方法に一因があるのではないかというような、お答えでした。市内に本社がない、で松阪市内に支社とか工場がある場合の雇用が松阪市でカウントされない。それから今年から雇用率の算定する、事業所がちょっと変わって、44人、45人のそのぐらいの規模の、事業所も入るようになった、それが数字が、下がった原因というふうに、ご説明があったと思います。本社が市内にない企業に、実際にはたくさんの障害のある方が雇用されておりますということでしたけれども、そういう実際の雇用といいますか、本社はないけれども松阪市内の工場あるいは支店で働いて見える方がたくさん見えるという、そういうふうな、資料というかデータはあるんでしょうか。内山産業文化部長。はい、三重県労働局が発表しております平成30年度の障害者雇用状況集計結果によりますと、平成30年6月1日現在、ハローワーク松阪管内の民間事業所で雇用されている障害者の数は335人とされています。ただ、先ほどからも触れましたように、報告義務の対象事業所が、従業員 45.5 人以上の事業所でありますことから、実際にはもっと多くの方が働いて見えると推測しております。仮にですね、松阪で働いている障害者の方々の実数をですね、正確に調査しようというのであればですね、市内にある約8000を超えるですね、事業所さんにそういう調査をお願いした上で回収できないとですね、実態の、実態把握というのはならないと思っておりますので、事実上その数字を把握することは難しい状況でございます。ですので、今現在段階といたしましては、障害者雇用率の物差しといたしましては、1.76% という数値しかないという、そういう認識でございます。西口議員。はい、そうですね、実際の雇用率の公式な数字としては、この、1.76% というものしかないので、私もこれでやっぱり話は進めて行かせてもらうしかないと思いますし、で、市外に本社のある工場で雇用が多いということは、言い換えたら地元の企業といいますか、地元の企業が極端に雇用が少ない、あるいは、45人50人規模の会社で雇用が伸び悩んでいるということだと思います。このことに関しては、私も担当の委員会、文教経済委員会で、ここ数年ずっと低迷しており、再開発が続いておりますので、委員会でも2、3年、同じ質問をさせていただいております。この前の2月の議会においても、別の議員さんが同じ質問をされました。毎回同じ答えが返ってくるような気がするんですけれども、それでもやはりこの雇用率が伸びないというのは、松阪市のこの、障害者雇用、いろいろして見えると思うんですけれども、何か問題があるのではないか、今後どのような方向、新しい方向というか、どのようなことをされていくのか、お考えがあればお聞かせください。内山産業文化部長。障害者雇用につきましては、先ほども申しましたように、数字的には少ないですけれども、
地元の企業さんとして当然働いていただいている方は多くございます。あとですね、私のこといたしましては、その障害者で、事業所、障害者を雇用している事業所さん の表彰とか、働いてみる方の表彰、そういうところを含めまして、障害者雇用に積極的に企業さんが理解をいただいて、していただけるような方法というのも検討はさせていただきますし、引き続き事業所さんのご理解というところをお願いに回らせていただきたいと考えております。西口議員。はい、さらにそういう企業者さん、企業の間で、理解を深めていただく、その啓発活動と、それから障害のある方がその特性に応じて、働けるような環境づくりという方面で努めていただきたいと思います。さらには、もう一方で、障害のある方が一般企業に就労してもいろいろその会社に馴染めないですとか、人間関係でつまずいて、就労が続かないといったケースも多々聞かせていただいております。障害福祉という面で質問をさせていただきたいと思います。障害のある人もない人もお互いの人格と個性を尊重した支え合いのもと、障害者自らの意思に基づき社会のあらゆる分野の活動に参画し、地域でその人らしく生き生きと自立した生活を送ることができるまちづくり、これを基本目標に、具体的な成果目標を定めた松阪市第5期松阪市障害者福祉計画というのがございます。この中で地域生活への移行や就労への移行について2020年度末の目標値が設定されており、事業所や関係機関の連携を深め支援体制の構築を図るとそこに記されております。この関係機関との構築という言葉が何回も出てきますが、このネットワークの構築こそ行政の果たす一番の役割であると考えます。実際どのような連携がされているのかお聞かせください。片岡福祉事務所長。はい、ただいまご質問いただきました。実際どのような連携がされているのかということでご答弁させていただきます。先ほど議員ご紹介いただきました第5期松阪市障害者福祉計画の中では、福祉就労から一般就労へ移行するのにあたり、事業所や関係機関の連携を深めていくこととしており、具体的には障害者総合支援法第77条第1項第3号に規定します地域生活支援事業の相談事業としまして、現在社会福祉法人愛恵会と松阪市障害者相談支援事業業務委託契約、これを締結しております。社会福祉法人愛恵会を中心としまして、就労支援事業所を含めた障害福祉サービス事業所者等とネットワーク、このような形の構築や、それから必要な助言等を行っているところでございます。また障害者総合支援法、こちらも法になりますが、89条の3第1項の規定に基づきまして、障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し、それから関係機関の連携の緊密化を図ることを目的としまして、設置しました松阪市障害者地域自立支援協議会におきまして、障害者団体、福祉団体、民間企業、就労支援サービス事業所などさまざまな関係機関の方々を中心として障害者の就労支援についてご協議をいただいているところでございます。西口議員。はい、今ご答弁の中に出ました松阪市障害者地域自立支援協議会についてですけれども、ちょっと再度この協議会の目的と意義を教えてください。片岡福祉事務所長。
目的と意義でございます。松阪市障害者地域自立支援協議会は、障害者総合支援法89条の3第1項の規定に基づき、設置しております。地域のですね、地域におけます障害者等への支援体制に関する課題につきまして、情報共有し、関係機関の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことを目的としております。その中ですね、協議会委員のにつきましては、松阪市障害者地域自立支援協議会運営規則というのを設けております。その中でですね、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健医療関係者、教育関係者、雇用機関関係者、障害者団体、それから学士経験者などで構成をさせていただいているところでございます。石口議員。この自立支援協議会ですけれども、昨年度は何回開催されてますでしょうか。簡単にその協議内容もお示しください。片岡福祉事務所長。はい、平成30年度ですね、この自立支援協議会の開催数でございますが、協議会としての開催は2回でございます。なお協議会のですね、下にですね、組織が、協議会全体がございまして、その下にワーキングという形でですね、専門的な部会も設置しております。その中でですね、ワーキングチームのリーダー会議2回、それから、さらにですね、その個別のですね、ワーキングチーム、これを2回開催させていただいております。昨年度のですね、自立支援協議会における主な協議内容としましては、第1回会議におきまして、障害者福祉計画、先ほどご紹介いただきました障害者福祉計画です、これの実績の評価、それからワーキングチームの体制について、協議をさせていただいたほか、第2回目におきましては、主にですね、ワーキングチームのメンバーの決定、松阪市障害者差別解消支援地域協議会の設置、これは、本来ですね、設置を義務付けており、義務じゃない、設置するような方向をさせていただいております協議会の設置についてですね、協議していただいたというところでございます。また先ほどご説明させましたワーキングチーム等につきての詳細でございますけれども、この会議につきましては、権利擁護ワーキングチームという形の会議を2回開催しさせていただきました。5つのですね、ワーキングチームを組織させていただくという形ですけれども、この中にはですね、それぞれ個別ケアの相談の支援、それから先ほどご報告させていただきました権利擁護、それから雇用就労、それから移行定着支援、研修支援のリーダーによりですね、それぞれ各所、組織させていただいております。それでこの組織のリーダーにつきましては、当社であります各障害者のですね、団体の会長さんを当てさせていただいておりまして、そのリーダーを中心に検討していただくこととしております。雇用就労のワーキングチームの活動としましては、今年度のですね、6月3日にワーキングとして会議を開催されたところでございます。講演会のですね、開催など今年度の活動計画等について協議をさせていただいた、このような状況でございます。西口議員。この自立支援協議会なんですけど、先ほどご説明がありましたように、相談事業所さんですとか、あるいは、福祉サービスの事業所さん、それから教育関係者、から学識経験者、いろんな分野の方が20名ほど集まっていただいて、それこそ障害者を取り巻く厳しい状況ですとか、就労への、整備につの支援していくというふうな、本当にうってつけの、会議だと思うんですけれども、昨年度は12月と3月に2回開催されております。私、この内容も調べさせていただきました。
で、残念ながらこの障害者の支援というふうな本来の目的の機能がまだまだ果たせてないのではないかというような気がいたします。これできて今の委員さんになってもうすぐ任期の2年を迎えるところでありますけれども、開催回数も少ないですし、内容がやはり前向きで積極的な内容になっているといえばちょっと残念ながら言い難い。それから先ほどお話にあったワーキングチームにしても、やっとリーダーさんとメンバー構成が決まったという段階で、まだまだ実際的な活動には至っていないのが現状で、ちょっと残念かなと思います。伊勢市さんなんかはこの協議会がすごく盛んで、ワーキングチームがすごく前向きな話し合いをしていろいろ実践をされていると聞きます。今一度この協議会がよく言われる誰のため、何のために設立された協議会で、どういう協議を行うのかっていうのを再認識、再確認して信頼関係を作り上げていただいて、その辺の調整をするのが行政の役割ではないかなという気がいたします。その辺についてちょっとお考えを、認識をお聞かせいただきたいと思います。片岡福祉事務所長。はい、すみません。先ほど議員がですね、ご説明というかですね、ご提案いただきましてですね、状況でございます。実際にこの自立支援協会ですね、今年度ですね、ちょうど今年度ですね、令和元年度につきまして、新たにですね、この2年の任期が、切れる年度でございます。その年度で、院構成もですね、既存の今まで既存で、の委員さんもいろいろ努力していただいております。それにですね、加えてですね、内容をですね、検討できるような形で委員構成を再構築させていただくと。それからワーキングのグループにつきましてもですね、機能を充実させていきたいというような形でございます。自立支援協会はですね、地域の関係者が集まりまして、個別相談支援の事例をですね、通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえまして、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割というのになっております。市としましてはですね、より有効な協議としていくためにですね、サービス等利用計画等の質の向上を図るための検討や、現在進められています地域移行支援、定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科の病院、入所施設、保健所やですね、地域の障害福祉サービス事業者等による地域移行のネットワークの強化、それから障害福祉サービスの利用の組み合わせによるです施設入所者の状況を踏まえ、地域の社会資源の役割をと強化と連携を図ることができる、顔を見える関係のですね、組織を作っていきたいと、そのように考えております。ありがとうございます。石口議員。はい、ちょっと言い忘れたんですけど、もう一点、この、この協議会に就労移行支援事業所の代表者さんが入っていないんですね。これが、一般就労へ向けての視点というか課題、そういう視点が反映されていないのではないか。これも松阪市の、ちょっと大げさかもしれませんけれども就労率の低さにつながっているというようなことはないのかなと思いまして、ぜひ今後、ご検討をお願いいたします。行政の役割について先ほどいろんな機関の連携のネットワーク作りというふうなことをのお話をさせていただきましたけれども、もう一点その関係機関、サービス事業所であるとか相談事業所、それから障害当事者などそれぞれの現場の声、それをいかに把握するか、その、現場の把握、状況把握というのが必要だと思いますけれども、その辺はどういうふうにされておりますでしょうか。片岡福祉事務所長。は
はい、現場の状況でございますが、どのように把握しているかというところで、松阪市がですね、個々の就労支援事業者さん、たくさんございますが、そこのですね、連絡を定期的にとかですね、ちょっと取っているというところはまあございませんが、サービスを利用する個々の障害者 の, サービス担当者会議、こういうのが、まあ、この障害者総合支援法、福祉サービスの中ではございます。この会議に出席をさせていただきまして、障害者とですね、事業者とのサービスの利用の方針等を、まあ、共有したり、相談支援事業者がサービス利用が適切に行われているかなどを、確認する、これ、まあ、モニタリングと申します。このような形によってですね、作成される資料からですね、個々の障害者の状況を把握させていただいているというところでございます。西口議員。現場の状況をね、しっかり把握してこそ、それぞれの関係機関に助言なり指導あるいは支援というものができるのではないかなと思います。私も今回この質問を、させていただくにあたりまして、事業所さん何箇所か回らせていただきました。複数の事業所さんから数年前までは市の方がよく連絡くれたりとか、ここにも来てくれたよね、最近とんと見かけんという連絡もないというお話を複数の事業所さんから聞きます。それからあとモニタリングを見ているというふうなお答えでしたけれども、やはり机に座ってパソコンや書類だけでわからないいろんな課題があるのではないかと思いますので、できるだけ現場に足を運んでいろんな課題を把握していただけたらなと思います。それでは就労支援に関わるサービス事業所の現状についてお伺いしたいと思います。松阪市内の就労移行支援事業所、それから、就労継続支援事業所、それぞれの、数、事業所数ですね、それと定員、利用者数をお示しください。片岡福祉事務所長。はい、ご質問のにご答弁させていただきます。松阪市内に施設を有する就労移行支援、それから就労継続支援事業所の数でございますが、平成31年4月1日現在におきまして、就労移行支援は3事業所、就労継続支援 A 型、この A 型は、雇用型になります。これが7事業所、それから就労継続支援 B 型、これは雇用契約を結ばない形の支援事業でございます。この B 型が25事業所で、これらの定員総数は就労移行支援が46人、それから就労継続支援 A 型が115人、就労継続支援 B 型が448人でございます。また就労移行支援、就労継続支援の各サービスを利用した松阪市の障害者の数でございますけれども、平成30年度の実績で就労移行支援が37人、就労継続支援 A 型が154人、就労継続支援 B 型が407人となっております。定員総数と比較しますと、就労継続支援 A 型を除いて若干下回っている状況でございます。ただこれはですね、これらのまあ全てのサービスは事業者がまあ松阪市にございますけれども、市内在住者だけでなく市外在住者の利用もある。また松阪市の対象者がですね、市外にも施設を利用されると、こういうふうな形の場合もございますので、まあ、市内事業所とですね、市内の利用者数がですね、単純に定員総数に対して充足しとるとかですね、それから不足しとるということにつきましてはですね、なかなか比較は難しいというような判断をしているところでございます。以上です。石口議員。はい、ありがとうございます。数字をお聞かせいただいて、
おっしゃったように、この数字、なかなか判断の難しいのかなと思います。今、利用者を教えていただいたんですけれども、この、就労継続 A が利用者154で、B が407、移行支援が37っていうのは、これは、延べ数だと思いますので、1年間、これだけの数の方が利用していただいたということで。この利用者の数だけ見ると、就労の A とかは定員の数よりも、定員が115ですから、定員の数よりも多いというふうになってますので、これ見て多いか少ないかという判断は実際難しいかとは思いますけれども、継続支援事業所たくさんある中で、結構定員の半分ぐらいの利用者しかいないとか、利用者がゼロ、1人、2人しかいないというような事業所もたくさんあります。それから移行支援は、今数字を教えていただいたのは31年4月でしたっけ、なんですけれども、今一番新しいところでは事業所が今4つになっておりまして、で定員が66人で、今述べじゃなくて今現在そこを利用して見える方は10人だと思います。66人の定員に対して10人と、ちょっとやはりまだまだ知られていないというか、少ないのが現実なんではないかと思います。これらの福祉事業所っていうのは、障害者総合福祉法に基づくサービスであって、民間であっても公の役割を果たすところが大きいと思います。民間の方の思いとか活力でできても、立ち上げていただいても、社会に周知されずに利用者が少ないというのではとても残念だと思います。家に引きこもりがちな障害者に地域での活動の場を与える、福祉就労から一般就労へそれぞれに応じた自立を支援する、事業所の果たす役割は大きいと思うんですけれども、複数の事業所さんから、我々のニーズはもっと大きいと思うが、ニーズがどこにあるか情報発信の術がないとの声を聞きます。必要な方に必要な情報を届けるため、行政の役割は大きいのではないかと思いますが、多くのサービス事業者さん、それから障害のある方、関係者の方も行政に期待をされています。今後の市の広報の在り方、それからこの福祉行政の周知方法についてお聞かせください。片岡福祉事務所長。はい、先ほどですね、利用者数との、ご答弁させていただきましたが、議員から、ご提案というかですね、お話がありましたように、障害のある方にですね、幅広く就労の機会を提供するということはですね、行政の大きな役割であるということを認識しております。障害福祉サービス事業所のですね、情報や就労支援をはじめとする他の障害者、障害福祉サービス等について、障害者本人もとよりですね、その家族等にも幅広く知っていただきまして、松阪市のですね、ホームページや広報松阪、障害福祉のしおりなどのツールを用いてですね、分かりやすく情報発信に努め、障害福祉サービス等の利用の促進を図っていきたい、このように考えているところでございます。西口議員。はい、さらに一層広報に、力を入れていただけるということなんですけれども、もう少し具体的に聞かせていただけたらと思います。今お話しになった広報松阪やホームページやというお話がありましたが、まず広報松阪なんですけれども、やはり全国配布ということで、一番目にしていただける機会の大きい情報ツールだと思います。これまで見せていただいて、子育て支援であるとか高齢者施策、あるいは高齢者特集、そういう特集記事はすごく多いんですけれども、障害福祉、障害者向けの記事っていうのは少ないのかなと思います。対象者が限定されているということなのでしょうか。でもより
障害があってもなくても生きやすい社会というふうに考えると、市民一般にもっと啓発することが必要かと思います。どういうふうに広報を待つか、今後広報に力を入れていただける、どういうなんか計画がとかありましたらお示しください。片岡福祉事務所長。はい、この広報のですね、充実という障害者福祉に対する広報の充実につきましてはですね、まあ、以前からですね、この議会の場でも、それから市民とかですね、事業所の方からもご要望はいただいております。そういう意味でですね、この啓発の課題というものについては十分認識をさせていただいているところでございます。それは障害者相互支援法等の改正に伴ってですね、障害福祉サービスなどの内容の充実を図られているということが、まあ、すごく多くございます。障害者に関わるサービスがですね、複数であるとかですね、それから、非常に、難しいという部分も、結構サービスの内容が難しいところもあるんですけども、そういう部分もですね、含めてですね、その家族とかですね、市民に対してですね、分かりやすく情報を提供していく、このような形がですね、非常に大切だと考えております。そこでですね、昨年度は松阪市のホームページの内容をですね、充実するとともに、申請書類、障害福祉の申請書類等ございます。この書類についてはダウンロードでですね、申請ができる、このような形で、利便性を図るとかですね、そういうふうな取り組みも、やってきたところでございます。今後はですね、さらにホームページを分かりやすいものに改正していくことと、広報まさかですね、今紙の媒体ではございます、紙の媒体が中心にさせていただいているところですけれども、広報まさかではですね、障害福祉に関する特集ページを組みまして、これは秋口にですね、実際上も原稿等も含めてですね、できるような体制を整えているところでございます。さまざまな障害福祉サービスに関するサービスですね、こういうのもまとめてですね、現在作っております障害福祉の処理というのもございます。これもですね、全面的に見直しさせていただきまして、分かりやすいものにしていきたい、このように考えております。広報の充実が、それぞれの障害者の適性に応じたサービスの利用の促進にですね、寄与するよう、常に分かりやすい情報提供に努めていきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いします。西口議員。はい、これからより積極的に広報活動を行っていただけるということで、期待していきたいと思います。じゃあ1点目は終わります。2項目目の質問に、移らさせていきます。いただきます。2つ目、引きこもり問題への市としての対応についてです。今年3月末の内閣府の発表によりますと、40から64歳の引きこもり、これ定義が自室や家からほとんど出ない状態に加え、趣味の用事や近所のコンビニ以外に外出しない状態が6ヶ月以上続く場合というふうな定義の引きこもりですが、全国で推計61万3千人いると発表されました。このうち7割以上が男性で、引きこもり期間が7年以上という方が半数を占めています。15から39歳の推計54万1千人を加えると、100万人以上になります。人口の100人に1人以上というデータです。かなり衝撃的なデータではなかったかと思います。引きこもりの中高年化は、80代の親が引きこもりの50代の子を養う状況も増え、いわゆる8050問題と呼ばれています。高齢の親の介護が必要になったり、亡くなったりすれば、子どもの生活が立ち行かなくなり、生活保護等の社会保障の増大など、市の負担も大きくなると予想されます。引きこもりの期間が短いうちに、年齢が若いうちに迅速な対応が求められると考えますが、まず松阪市として、この引きこもりの現状をどう把握されているのか、また今後の実態調査や把握方法について方策があるのか、お聞きしたいと思います。
片岡福祉事務所長。はい、引きこもりの問題でございます。松阪市のですね、今後の実態調査、それから把握法にということでご答弁させていただきますが、まずはですね、一言で引きこもり、この言葉、引きこもりと言いましても、まだ要因がたくさんございます。社会的孤立の原因、要因、本当に様々でございます。本人の精神状態や健康問題であったり、家族間の問題、またそれ以外の社会的障壁が原因であったり、非常に複雑かつ慎重、このような形で行政対応が求められる問題でございます。現にですね、市役所に相談あったケースでも本人に接触するだけでですね、非常に困難かつ長期にわたるケースがございます。実際にそういう相談がございまして、接触してですね、これ解決に結びつくまでもいかない、接触だけで2年近くかかる、このような状況も現実的に起こっているわけでございます。家族や本人による面会の拒否、また昨今の社会風潮等による拒否、反応、こういうのもございまして、現状では市役所にですね、相談のあったケースに対して、相談を受けた部署が関係機関と連絡を取りつつ、支援できる制度を探りながら対応しているというのが現実でございます。議員お尋ね の実態調査把握方法でございますけれども、内閣府からですね、発表された推計で、引きこもりとして調査を行ったわけではなくてですね、2種類の、調査、それを5000人ずつでランダムに抽出し、生活状況等の調査を行ったものから、あくまでもこれ推計で出したというような数値でございます。引きこもりとする定義というのもですね、立場や個人によって本当に非常に意見の分かれるところでございます。そういう意味でですね、実は昨今のそういうような、社会的な事情もあって引きこもりが話題になっておりまして、先日もですね、私ども健康福祉部内で、その問題について即協議をさせていただきました。その中でですね、各課の現状を情報共有してですね、実際上個々に対応を行っているというところでございますけれども、先ほども申しましたように、それぞれ長期にわたる、そういうような対応で本当に苦慮しているという案件もございました。その会においてですね、この実態調査というところに方法につきましてはですね、いろいろ検討もさせていただきました。ただ、その先ほど申し上げましたような状況の中でです、なかなかですね、実際上引きこもりの方の対象者をですね、この方という形で絞るためのですね、調査というのが、なかなか対策、その分については見つからないというのが現状でございます。以上でございます。西口議員。はい、最近川崎市で起きた無差別殺人事件ですとか、元農水省の事務次官による息子の殺害事件など痛ましい事件がメディアでも放送されておりまして、この犯人とか被害者が引きこもりがちの方であったことから、引きこもりイコール犯罪予備軍みたいな差別や偏見、そういうのが世の中に広まるのもすごく恐ろしいことだと思います。引きこもりの家族を抱えられたご家族はかなり事件報道があって肩身の狭い思いをされているのではないかと思います。一番問題なのはそういう悩みを自分の中に抱え込んでしまって、社会性をなくしていく、外に相談できないという状況が一番問題であるかなと思います。いろいろプライバシーの問題もありますし、個人情報の問題もありますし、微妙な問題があって難しい問題だというのは理解しておりますけれども、でも一刻も早くやはり、対応する状況、それから、相談する体制、相談を受ける体制、そういうのを整えていただける、松阪市としても気楽に相談してくださいよ、ちゃんと相談に答えますよっていう、そういう態度をアピールすることが大事だと思うんですけれども、松阪市としてはその相談窓口というか担当対応についてはどういうふうな状況でしょうか。
片岡福祉事務所長。はい、相談の窓口という形で、ご質問をいただきました。非常に難しい問題でございますけど、先ほど申し上げましたように、社会的孤立の原因、要因というのはさまざまでございます。行政の方の内部の部局につきましては、それぞれの、所掌によって取り組んでおりますので、非常に、難しい問題もございます。ただ、その対応する部署でですね、関連しまして、さまざま、この問題についてですね、取り組みをさせていただいているところでございまして、各窓口でですね、必要に応じて関係各課が関係機関と連絡を取りながら、複数の部署で連携を取りながら対応しているというところでございます。なおですね、市の相談窓口という形で、私も市役所のですね、本庁1階にあります、地域福祉課の所管になりますけれども、生活相談支援センターというのがございます。この生活相談支援センターの中にはですね、生活困窮、が社という形になっておりますけれども、それにつながる要因、いろいろなものがございますので、この中で、その引きこもりの部分も含めてです、で相談を受けるというような形で位置づけをさせていただいているのが現在でございます。以上です。西口議員。はい、引きこもりっていうのはちょっとあまり私は好きな言葉じゃないんですけれども、社会的な社会で受け入れられないとか、差別を受けたり生きにくいということで引き込まされているというふうな社会的な要因によって、皆さん外との、絆とかつながりが持てないというふうな要素が多いんじゃないかと思います。難しいということは重々承知しておりますけれども、いろんな担当の部署と連携して、積極的な対応をお願いしたいと思います。例えば兵庫県の明石市においては、7月1日やから今日からということでしょうか、いろんな課にまたがる窓口、対応窓口を一本化して引きこもり相談支援課というのが今日から発足したというふうなニュースを聞きました。それから、鈴鹿亀山地域では官民学が協力して引きこもりの就労支援を考える会という協議会が発足したという話も聞きました。積極的な松阪市としても対応を望みたいと思うんですけれども、市長ダメですか、なんか一言思いを聞かせていただけませんでしょうか。あと2分あります。竹上市長。昨今ちょっと、マイナスイメージでね、こう報道されたりしてますけれども、かなり前から、この話っていうのは社会問題としてあったと思います。今8050というふうな表現の仕方で問題視されていたりもします。それで少し前からかなり専門的な分野でございましてね、それで、全国的に見るとやっぱり広域自治体の県が中心になって、こうした引きこもりの地域支援センターを設置しているっていうのがほとんどかと思います。なかなかこう基礎自治体でそこにですね、先ほど部長言いました通り実態調査さえなかなかままならないというのが今の現状でして、地道にですね、もう少し取り組みをしていきたいというふうに思っております。それは、例えばですね、教育委員会との連携もこれから必要だと思うんです。子どもたちの中には、いじめとかそういったさまざまな問題で不登校になる子たちもたくさんおります。その子たちが中学校を卒業して、そしてどういった、高校へ行く子もおればですね、そうでない子もおります。そうした追跡捜査等もしながらですね、実態把握というのを積み上げていく、地道な努力をさらにですね、積み上げて、この問題の解決につなげていきたいと、こんなふうに考えています。西口議員。はい、県鈴木知事もこの前引きこもり問題については積極的にという取り組んでいくというふうな答弁もされたように思います。県が主体となってというのは、確かにそうだと思うんですけれども、
市民にとって一番近いやっぱり市議としてもしっかり寄り添っていただきたいと思うし、どこに相談したらいいのかわからないというのではなかなか相談にも来ていただけない、気楽に相談してください、窓口は開いているよというふうなそういう態度を示していただくのも大事かなと思いますので、今後、はい、よろしくお願いいたします。はい、終わります。